は中華民国の実業家、政治家。石膏財閥の巨頭として知られる人物で、上海総商会会長などを務め、主に幸運業界で名を馳せた。中国同盟会や中国国民党に大規模な資金援助を行ったことでも知られる。名は、数のりでこちらも使われることがあるが、一般には、字の広司教で知られる。また、英語名のユーーチンでも知られる。 小規模の雑貨店の家庭に生まれる。15歳の時に上海に至って占領店の随玄関漁業で定員となり、また夜間の夜間を利用して英語も学んだ。1892年よりドイツ企業のロリン用語で外交員となり、さらにコンプラドールに昇進している。1903年、ニラン銀行コンプラドールに転任した。1906年、日本へ。 商務施設に赴き、大隈重信らと面識を得ている。帰国後の1908年、同郷人らと指名銀行を創立し、ここから企業家としての経歴が本格的に開始される。同年、汽船会社の年商商林講師を創立し、事業も好調に展開された。1909年、両校総督、丹方の賛同、支援を得て、 南洋官業会を南京で開催し、政教を得ている。侵害革命勃発直前に、グヒロしきは、上海の中国同盟会指導者である陳その美に、資金援助等を施した。上海を革命派が占拠した後に、上海都特府が成立すると、恐れは、主席顧問官、外交次長等の要職についている。中華民国成立後、当初の恐れは、 遠征外を支持し、第二革命に際しては、石膏と特殊髄に対して、半円に参与しないようにとの電報を発した。しかし円が皇帝即位を図ると、恐れはこれに反発し、五国戦争では五国軍を支援している。実業面では、1914年から帰戦会社として、新たに三北林不幸市を設立し、礼承。 広し康の二つの規制会社と合わせて引き続き、公運業界で第一人者としての政望を維持した。1920年、具広市教は、上海証券物品公益所の創設に参加し、恐れが理事長に当選した。同年4月、全国交渉協会でも会長に当選し、1924年には、上海総商会会長にも選出された。 1925年2月には臨時失聖団気随から証拠消費改弁に任ぜられている。1925年に5.30事件が発生すると、具広ろしきは団気随の命によりデモ隊との交渉に赴くため、6月3日に上海へ戻った。恐れは総商会会長として530事件委員会を設置、自ら委員長となって、 デモ側の交渉学連合会と交渉を行っている。また諸外国の介入に対しては、恐れは、交渉学連合会同様に反発を示し、英国、日本など外国製品不買などを指示した。その後、恐れは、デモ側からの権利保障の要望を認めた上で、学業、職場復帰を促し、9月初めには、デモ隊の学業、職場復帰が進んでいくことになる。しかし、 同年10月、直霊端機関の孫伝法が上海を占領すると、愚弘司教は、章子章夫改弁から辞任に追い込まれた。さらに、翌1926年6月の上海、総商会会長選でも、孫の指示を受ける風商案に敗北してしまう。恐れは、大赤つ嫌いと共に、上海商業連合会を新たに結成し、さらに、 関東国民政府の省解析らとも通じて、孫、風に対抗した。なお、ぐひろしは、かつてルロうして苦境にあった省を、上海証券物品公益所に革まい、さらに、公衆の存文に紹介するなどして、省はこれに恩義を感じていたとされる。1927年3月、国民革命軍の北伐に呼応するための上海、労働者による第三次放棄を、ぐひ司教も、 密かに支援し、孫殿法、風昇案を失脚に追い込んだ。この際に成立した上海市臨時政府の政府委員に、恐れも選出されている。上海クーデターにより、南京に、小解析が指導する、国民政府が成立すると、恐れはこれへの資金援助を実施し、その統治の維持や、勢力拡大に貢献した。1937年、露光橋事件に続いて、 第二次上海事変が勃発すると、具広司しは、上海難民救済会を組織し、その理事長を務めるなどしている。日本側からは、新日政府への参加をたびたび呼びかけられたが、恐れはこれを一切拒否した。その後も恐れは、上海に泊まって活動を続けたが、身の危険が迫ったことなどもあり、ついに1940年4月に、重慶へ逃れている。 重慶でも恐れは、大赤月きらラらラと連携して三民運輸講師を設立し、運輸業界での活動を再開した。運輸会社は中国西南部の各地に建設し、さらに湖南では紡績工場を建設するなど、経営の多角化も進めている。1945年4月24日、重慶にて病没。去年79。ありがとうございます。